ベツがなんかまるっとひと玉あるけど、これイチゴ食べるの？これもうちょっと古くなっちゃって傷んでない？どう？食べれるよ、食べたら OK。 もう数個しか入ってないじゃん。そう、食べ忘れちゃった。しかもこんなに場所取ってんだよ。食べ忘れちゃった。すごい場所取ってるよこれ。そうなの、忘れちゃうの。食べる、もう何個しか入ってないからも食べたら OK。ちゃっちゃと食べればいいから、もうできるもん、すでに、すでにできちゃいます。これから切ったり焼いたり。いやもう焼くだけだもん。
なんか焦げた。なんかついてない。なんでこんな大変チーズ。入れたよ、僕。うん、いいよ。なんか偉い焦げた。なぜ？
思った。何ですか。
できた。ビーフシチューも。
しかない。十分に越したことだ。じゃあ早速ちょっとデザインの方から、説明していきたいと思います。ちょっと今ですタイムでキッチンを振り返ってもらえないようにすると申し訳ございません。はい、私も、予定にしてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはですね、サムズナスにお伺いしました。フルネンシャルサムズシリーズの大物になりまして、マチュアのマーブラウンプレートにシリーズのカフェになっておりまして、今まで宝の色も白っぽいシリーズの色が多かったんですけども、こういったプレートが高級感あるものっていうのも出るようになっておりますので、カフェの色も結構ダサいんだけど、あとスタッフの方もですね、たくさん柄が出ておりますので、こちらに見ていっていただければと思います。ちょっとサンド、はい、世界の入り口、新シリーズ、デビュー、そのキュースアイスあと5分ぐらいあるよ。東京の皆さん、天然使って街を応援しましょう。でも待ち合わせが遅れちゃう。お母さんは街ごとには危ない。あと5分ぐらい、55分出る。デザインとかだけで判断されてしまうと、やっぱり物
としてはあのポイントきっちりと裏側までしてますということで見守っていただきたいので全部にしております。安いもの、他にもですね、やっぱりそのお風呂場がですね、やっぱり寒いっていうような不安定があるかと思います。そういったものを解消するために、クリスタルガスの壁、床の下だとか、浴槽だとかですね、天井のもしっかりと本体が入っている、もう四方すべてが断熱に囲まれた、こちらですね、パーフェクトの方を注意して合わせていただけるんですけれども、すべて暖かいようになっております。これ在来の方の台湾からの、システムバスへの攻撃というのは、かなり相場が多いんですけれども、そちらと比べると、寒さというのはもうかなり制限されて、やっぱり在来旅行というのはかなり寒いんです。寒いです。当てた瞬間、もう下が消えてるとか、外がね、やっぱりもう見えてくるという状態なので、はい、この高田さんの言うように、この浴槽なんか全部、このまま発砲ですか。そうですね、発砲なんかも全部、中に全部、こういう形になってまして、でこれ、高田さんのすごいところは、ちょっと床はちょっとグレードよりなんですけど、浴槽は、はい、この方が、はい、大丈夫です。ついていて、この壁の方も16ミリの上だっていうのが標準ついていますこれ、メーカーとしてはオプションになって、かなり値段がぐっと上がったりするんですけど、高田さんはこういうところも標準についてるんですね。なので、まあ、暖かいと。これは人造大理石の浴槽ですね。これとこちらが妹の浴槽なんですけど、ちょっと蓄熱性の違いということなんですけど、これは画面上から見るかもしれないんですが、こちらは張ってるところまでしか暖かくならないんですけど、こちらの方は高温のところまで暖かくなる。蓄熱性がありますということです。こちらもうここに伝わりにくいんですけど、まあ、こちら一般の FRP 陣内浴槽ですね。陣内浴槽、人工大理石、はい、でこちらが包丁なんですけど、これ本当にまあ本当にショールームで見てこれで触ってほしいところなんですけど、もう本当にここまで出てるんです。かなり蓄熱されているので、まあ、お湯が冷めにくいっていうそういうイメージですね。はい、この揉まりながら、はい、この包丁を、はい、で蓄熱するというところで、ここではまだ断熱の保温性というのが発揮されていきます。でちょっと見てほしいんですけど、この浴槽、これのホールなんですけど、そうですね、これすごくないですか、この太さ。僕も思ったことあるんですけど、一人で動けないそうですね、本当にこのサイズで120キロがあります。柔らかいスポンジでやってくださいということで、歌ってるとは思うんですけど、やっぱそうですね。
ちょっと僕もね、硬いやつやったら、やっぱりね、先日だいぶ入ったんですよ。ああ、そうですね。ちょっとそれは、ホールマスではないと。ないですね。はい。で、前回も、まあ、高橋さん、高橋さんというか、ホールという話をして、まあ、詳しい話は前回の動画、張り付いてますので、そこでまあ、翔さん、かなりクエイジーな、広瀬大臣に、わけわからないことやってるので、そちらの方を見ていただければ、ホールの良さが伝わると思うんですが、まあ、簡単に言ったら、ホールって、コロッケ、簡単に言ったら、まあ、鉄板があるんですね。鉄板が。で、鉄板があって、まあ、鉄板がありますね、鉄板が。で、その、この表面に、ガラス質の、釉薬。こんな感じ、わからない、もう違うな。釉薬を、まあ、吹き付けるわけですよ。こばーっていうんですよ。そうすることで、鉄の強さとガラスの、要は滑らかな、ツルツルした感じのハイブリッド、要は鉄の強さを、合わせ持った、そのしやすい、ホーローができるって言われたんですけど、ホーロー鍋とか、かけたりするっていうんですけど、高田さんはここで一手間かけてまして、この釉薬を塗る前に、この鉄板の表面を酸で。酸でこう今日ねグルグルグルっとしてガラス質の釉薬を溶け込みやすくする浸透しやすくして、密着がかなり強くなった上に何度ですか850度の熱を焼いて、一体型にするので、そうなった時にかなり深い溶け込むというかちょっとダメになっちゃうから冷蔵庫入れない。